Your radio station. FM. ナハの夜をエスコート。ナハキーン さんこんばんはー。んんはー始まりましたね。はい、もうねギリギリ。本当ね今日ギリギリだったねくん<ー>のね <laughs> びっくりしたよ。ね普段だったら大体三十分とか一時間前に入ってますよ。うん、入ってらっしゃ、ね、ゲストさんもいるし。うん、ねあのなんで僕がギリギリになったかと言いますとですよ。はいはい ね、え車が渋滞。そう、すごかったら。だ、しない、なに、これ、雨のせい。いや、わかんない、金曜日だからかな。金曜日だから、お、じゃ、ああれ、随所様。満員、満員、俺。いいじゃない。いいね。満員じゃない。じゃないけど。もう、俺、たくさん来てください、随所さんにね。もう、今週何してました、何してました、働いてた。働いてたね、ずっとね。ずっと随所いてたよ。随所、随所、ずっといてた。そう、今週ね、雨多い中ですよ。ね、あの、雨ちょうど、まあ、降ってない、じ。 あの降ってない時間帯だったんですけど、僕あれですよ、あのバイクが在庫だったバイクが売れまして、ああ車屋さんだからはいはい車屋さんですからね。ねこれを要は中城に置いてあったのを、これをですね、まあ那覇まで都道府県に来たんですけど、え乗って行ったんす。もちろんもちろんもちろん。すげえ。当たり前じゃないですか。僕ですよ。はいはいはい。見たことないもん俺バイク乗ってとか。こんなねおじさんでもまあバイク乗ればかっこいいですよ。はいはいはい <laughs> なんかフェ <laughs> イスブック、Facebook、の載せないのこれ写真。<laughs> ね、<え>載せたかっただけど、うん、もう撮ってくれる人がいない。ああもうみんなね忙しい。 ああそうだね。だからね。この間ダンプ乗った写真も撮ろう撮ろう言ってて撮れてないし。ああそうそれも見たかったねこれで。どうな感じなのね。そうで今度はバイク乗ってる写真も上げたかったんですけどね意外でしょ俺がそんなねなんかね転がってるか車ね軽自動車かなんか乗ってるかみたいな。プリウスのイメージが。ねプリウス乗ってますよ。ねこの間あそうだ。何日かな何日か忘れたけどこの辺プラプラしてたらごえくえしょう先生。 おう <laughs> はいあおう茶名の、ね、茶名の <laughs> もう分かるよねはい、はい、言われる前に、はい、分かるよって 僕の仲間ちが言いました照れ笑いしてましたけど護育英賞先生ももうね車で移動されてマネージャーさんがね大きいベンツかなんかで移動を手伝ってっていうかもう護育英先生のことですからあんだけ売れてますからベンツのリアシートでゆったりと座ってね飲み物は常温じゃないとどうのこうのみたいな話をするのかと思いきや自分で運転してどっか行く ありましたね。ごえくせん店主健ですか。ごえくえしょう先生は意外と節約家。ああそうなんですか。先生頑張ってますね。頑張ってます頑張ってますね。まあそんな感じでね。今日は行きましょうかね。なんか伝えたいことたくさんあるんですね。今日ゲストさんあれゲストさんどうしました。どうか携帯？帰らした帰らした帰らしたない。今日二人じゃん。二人でやるんですよ。はいはい今日二人でねおじさん二人でやりますけどね。まあ楽しんでくださいなということでね。じゃ行きましょうかね。 みんな大好き告知のコーナーよよろしくお願いいたします。もう随商さんね大繁盛だって。ありがとうございます。はいどんな感じでしょうか。はい教えてください。もう来週ですかねもう決ってきましたよということで。そうですよそうですよ。はい今月も先月もねずっと毎週毎週言ってますけどね日食男女の会ですよ。日食男女の会。はいこれこれこれ。はい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 。今ですねもうちょっとね人数足りないんですよね。なんで足んない。 なんで電話が鳴らないいや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 あれじゃないですか鳴ってるけど取らないとか取らないとか取らないよ100%取ってるからねはいはいはいそれでねあとあの男性が5名様とですね女性が6名様ほどね不足してます何なんとか助けてくださいということでですね助けてあげてくださいこれね本当に僕が司会で入りますはい、そうで 1>, 1人でちょっと恥ずかしいなって思う人たくさんいるじゃないですか、うん、そうまだね枠組みいっぱいありますんでねこれグループでの参加はね、うん、これも,もう全然大丈夫なんでね,ねグループでも OK だしあと1人でね、ええ、ちょっと、あのー、勇気ないなって人はどうしましょう、ええ、どうしましょう、うん、そうですねうちらがサポートしますこれあのー たかさんチェック入れますね <laughs> だけど,ま,だけどまああれですね吉田さんと僕が、はい、あのー、まあ一人できたね女性の方も男性の方も、ね、あのー、優しくっていうかまああのー、盛り上がるようにそうですねあのー、世話焼きクソジジイとしてそうですねあのね参加してますんではい これはね一人で来た方が逆に楽しいかもしれないね。そうですねちょっとね中にガーッとね押し込んでもう中心に入れ込むとかねああそれかもう端にいっちゃダメとかね煙突があるじゃないですか煙突の中に入れちゃうとかその理無理それ入んねえよねそうそうそうだけどもううちらがサポートしますんでこれはもうねあの 結構ねこれあれなんですよね随翔さんの真ん前の柱に貼ってあるんですよ。はい貼ってます、ねね、肉食男女の回、ええ、で興味ありそうな男女がやっぱり見ていきますよこんなのあるってさ、ええ、みたいなねそこでね勇気がいあと一歩の勇気が足りなくて参加しようかなどうしようかなってねこんなのあるってよさとみーみたいな話になってるはずなんですよよも、うん、もっったたいいいいななねそうですよ。 だってね、うんうん、あの僕もメンバー見てますけどね、参加、はい、メンバー。はいはい。いやもうこれね、うんうん、男すごいっすよ。男はすごい。はいはい。はい イケメン揃いですからねこれね本当に今ね車で聞いてらっしゃるねリスナーの方とか女性の方とかねほんとねこれねあれですよねうちらもグルクンラジオさんにね習ってホームページとか作っといて今参加予定者こうこうこうですよみたいな出しときゃよかったね。 ああこれね技術あんのそなあるあるあるこれないよ夜なは先生はそういうこともできる方ですねさすがでございます先生ありがとうございますそう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 そんなのねあのこれまあ二週間に一回とかねあの好評だったらどん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 やっていってあそんなにねもうそれぐらいやったっていいと思いますよすごいですね第二回第三回第二回第三回をもうね連続してそれであと年齢ちょっと上げたりしてああ五十代六十代の声もあったっていいじゃないですか。 ななるほどね,ねシニアな感じです、ね、これそうそうそう,そうシニアな感じもあったりそれとかまあねあの高校生があってもあのお酒は飲めないけどソフトドリンクでね<あ>早い時間で高校生か高校生大丈夫かなこれ <laughs> これ3500円は高校生払えないと思うからそうだねこれね,ね,なんかねそれもなんか今後は考えたり、うん、ねえしながらいろ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 もうなんてつうんですか 友達とか、うんえー、婚約者とかを探す方向性ではなく、まあうん、まずは友達増やそうみたいなことがあ、ね、すねあ<ー>知り合わないとねやっぱね広がりませんからね広がりませんわそうですよということでですねちょっと問い合わせのほ、ね、うん、これ言っときますんでこれちょっとねあの問い合わせの,あの詳細 <laughs> そうですねまず、あのー、開催日がです、ね、11月23日ですねはい、はい、こちら祝日となってますんで,はい、はい、で時間が18時から21時21時ですかねはい、はい、3時間,3時間ぶっ通してやりますんでね。うわ長いねえその時に やっぱり盛り上がってもらうと。はいはい。盛り上がって、なんかこうね、いい感じになるんはやっぱ三時間ぐらい必要だろうと。はいはい。そうですね。はいはい。ありますね。それはね。それで、男性の方がですね、参加費の方が三千五百円。はいはい。で、女性がなんと千五百円でございます。安いよね。超うれしい。ええ。もう、ここではですね、うち、あの、利益いただきませんのでね。はいはい。ええ、場所の方はですね、この FM エム那覇のですね。こちらの沖江スタジオですね。はい。その。 隣でございます。隣。最寄り駅は三重橋駅となっております。でご予約のお電話ですね。電話番号をねちゃんとね伝えとかないと電話が来ないんじゃないですか。そうですよ。ならない電話になったら嫌ですから。ねで予存値にかかってるってことないですか？ないないね。うちはもう間違えないからね。このぐらいの振りでいいかなこれ。はいはい。いお電話番号はですね。はい。ゼロ九八のはい。九一七はい。二九一一はい。覚え方どうでしたっけ忘れちゃったな。 クイナ肉いいです。よろしくお願いします。はいはいはい。そしてですね。はい。シアターテンカンパニーさんの国吉美好さんとか、はい。まあ他のメンバーさんから僕のところにねたくさんまあメールが来てましたよ。そろそろですもんね。はいはいこれねいつからかと言いますと、はい。2017年11月17日今日の19時から、そうですえ明日が13時18時、ね日曜日で13時18時。 今度月曜日もあるんだね月曜日も19時からあってシアターテンカンパニーさんの「日本の大人」これ来ていただいたじゃないですかこれがもう公演になってますよ開演されてますよこれまだチケットがあるようなんでぜひお時間ある方は金土日月までやってるのかなそうですねこれ来ていただきたいなと思いましたねこれも面白そうですよね。ですよね。 大人にななりたくない,っていう、うん、小学32年生みたいなね。 はい子供が早く大人になりたいとか動物かるんだって感じですね。ちぎちゃったみたいな。言っちゃダメだって言っだかこれはコミュニティだからね。はいはあ政府これありがとうございます。大丈夫大丈夫大丈夫ね全然。あだけどねミムさんのところのラジオなんかもっとひどかったですからね。えそうね。あの茶党のならラジオ某ラジオ局僕遊び行った時言っていいんかぐらいのまあそれちょっとコミュニティだからね。戻してねシアターテンカンパニーさんねちょっとね連絡してみてください日本のそうな。 ねえはいこれはもうねもうぜひいつも大反響らしいですよあやっぱりそうですか天カンパニーさん天カンパニーさんねで田原さん来てますわそうですね似てますね似てますね僕みたいなね田原さんと会えるかもしれないということでそちらの方よろしくお願いいたしますでは告知のコーナーでしたはいありがとうございましたはいそして今日は何やりましょう2人で何話そうかっていうとね なんか調べてきたんでしょうか。はい、僕ね、えー、沖縄の婚活事情のコーナーということでね<お>ちょっとね話したいなと思いましてよろしくお願いします。ししますはいはい。で僕と吉田マネージャー、はいえー、こう見えて。 えどう見えてるかどう見えてるかよくわからないですけど、はい、まあバツイチでございますわああそうですね <laughs> はいはい結婚歴ございましたわあ,はいありがとうございます僕もえ今年え離婚しまして晴れてバツイチに、はい、おめでとうございますバツイチの仲間入りバツイチ1年生みたいツイチ。へはいはいはいそんな感じになってるんですけどね、はい、えまあどうやってどうやったら結婚できるのみたいなね、うん それとか、<ー>どうやったらお付き合い始めていいのとか今日も僕ヤフーニュース見てましたよ。そうヤフーニュース見てたら、うん、要はね、あのー、結婚相談所でなぜ結婚ができないかってことをねちょっと書いてあったんですよ。 だっても、えー、男の方も結婚を求めてますと、えー、で年収これぐらいありますと僕はかみ、はいえー、さんを養えますと、はいね、その条件を提示してます。女性の方は女性の方で、ね、探して私も結婚したいですっていう人が、はい、ね うじゃうじゃと集まるわけですが、ね、目的同じですもんね。そう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 。これでもあんまり成功率低いんですか？成功率、<れ>まあ成功の成功、まあ漢字で書いたあっちの成功じゃないですけど。ああますよ。まあ、来たねコミュニティだから。<laughs> はいはいコミュニだからね。うん <laughs> ねあのー、成功率というか、ええ、ねこれやっぱりマッチングサイトとかいろんなのもありますけど要は、えー、まあデートをしてみて、うん、なんか違う。 ああこれは自分の考え今日はねあのヤフーニュースの方では女性の体験談がずらずらと長くね書いてあったんですけど、うん、なんか違うとなんか違うってことを書いて要,、まあ、要は実際会ってみて、うん、男性の方が男性、えー、女性経験少なかったり。はあ はいろんなねまあことを理由としてああなるほどねやっぱね<ー>これ経験がないとやっぱりこっちに頼っちゃうとこがやっぱ多いかな自分で探すというよりねそう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 ,、うん、そういうの結構あるじゃないですかねまあもちろん、ねあのー、僕らでも初めての頃はありましたよ、うん、そらあねドキドキの時はもうありましたじゃあ中学校ぐらいからね、はい まあ周りであいつとあいつ付き合ってんだってよとかあるねあるでしょあっ,あったでしょね小学校の付き合ってるとまあ中学校の付き合ってるとちょっとねここちょっと、ね、まあワンランクずつ進んでいきます違う違うねこれね,ね、うん、そういう時にどうしてたかっていうと、うん、ね僕なんかはあのホットドッグプレスって雑誌があったんですよ。ほう ね、あの聞いたことありませんホットドッグですホットドッグ昔からあるやつあるある今はもうどうなったのかなないのかな最近ちょっと見かけないんですけどね、あのポパイとホットドッグホットドッグとね、ポパイっていうのがそこら辺で知識得た同じサイズぐらいで同じぐらいの価格でね、同じぐらいに発売されてそ今週どっち買おうかな二週間に一回出るんですよそうなんですか2週間に一回出ててさすが先生大先生これ吉田マネージャーの場合はエロトピアとデラで一品というので。 いやボムボムもねお世話になったねこれボム小さい割にねちょっと高いからねはい小さいからね隠しやすいっていうのはあるけどねお母さんにね見つからないのあれはありがとうございますもうボムとかエロトピアに行く前にまずはねあの女性たるものはどういうものかっていうのをね要はその本でうちら研究するわけですああもうモントねボンモントねまあ耳島ですわはっきり言って耳島目島も要は ね、本の中の知識で、ね、女の子に優しく接してあげて、どうのこうのみたいなね。髪を撫でて、どうのこうのみたいなね、話をね、ずっとね、もう。まあ、ずらっと読むわけですよ女の子を落とすにはとかね。そう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 。ナンパの仕方からね、何から書いてありましたよ。今、そういう本ないじゃないですか。ないのか。なけど、ウェブ上で転がってんじゃないの。そう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 。だけど、ウェブ上って、やっぱり、もう、ね、その段階のものって。 どうなのかはよく分かんないけどもう<ー>はっきり言って、ええね、あの合体してる写,あの写真だ映像だっていうのはもう飛び抜けちゃってるから<ー>そこまでどうやっていけばいいのっていうのがあそっかなかったりするわけですよ。 ああそういいう指南的ななとこないのかなあそうまあ中学生向けももちろんないでしょうし高校生向けねもちろんそういうのを書き込んでるサイトとかはもちろんあるんでしょうけど、うんね、それもまたなんていろいろあって、うん、情報が氾濫しすぎててどれを読んでいいのかわからないどれを見ていいのかわからない、うんうん、そんなことあると思うんですよねそうですね。うん いや僕なんかね観音小説とかねあったじゃないですか <laughs> 今でもありますけどね<笑><笑>そうです近くンク堂ありますからね <laughs> うはね,ね,ねそんなのから行きながらね <laughs> そうそう<ー>あれすごいよほんとに。 描写がすごいからこういう行為をする前のところから手を絡み合うところそう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 あれは良かったよですよねで文学小説って言われるもんでもそういう描写的に素晴らしいってわれてるものもたくさんありますよあるあるそんな中からやっぱり学ぶのも良いでしょうけどやっぱりうちらとして一番にまず言えるのは外に出ようそうだね これねーー中にいたらね<う>本当出会いがないから <laughs> そ<う>今「フェイスブックあるもん」とかなんかね「ツイッターがあるもん」とか言ってるけどダメこれ吉田マネージャーちなみにね、うん、あの今フェイスブックでつながってるお友達って何人ぐらいいらっしゃいます何人 大体でいいですよ。いや俺数えたことないもんね。まあ、ぶっちゃけ、まあ、じゃ、お店に来て、うん、じゃ、なんか申請しますよ、でも、あったんでしょうけど。ね、それか、まあ、以前の、ね、あのー、高校の時のとか、はい、ね、で、ほとんど。絡みがない人もいません。うん、いますよ。 でしょこれ誰っていうのねそれもあるしいるいるなおかつなんか同じ名前でね、じゃあ例えば与那覇智明って名前で間違えて申請されたりとかはははこれ間違えてるだろうみたいにいるわけですよお前知り合いだろうみたいな知り合いだろうみたいなそうあの時高校の時のお前だろうみたいなそうあそこの与那覇智明だろうみたいなねそんなそんな言ったら僕吉田隆ですからねいっぱいいるよそうでしょ全国調べたら五百五十人いるでしねそんだけ言ってね、じゃそん 友達いて、うんね、じゃあ実際会う人って、はい、年間ね僕の場合ですよもう本当にもう10人,の10人以内ですよ。 10人あわないかもしれない。ぶっちゃけ。やっぱね、年取ってくるとそういうのあるもんね。ありますよね。で、みんな家庭持ってたりとか、ねいろいろね。で、うちら家庭ないじゃないですか。もうしょっちゅう遊んでるけど。だからね、こういうね、あの一人もん同士は遊べるんやね。そう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 。いい近いし、いつも夜中ふく朝バワいて遊んでますよね。今日もね、朝の朝の8時半ぐらいからね。そうそう一緒に遊んでますわ。もう12時間ですよもう。ね、一緒ですよもう。12時間ぐらい一緒いるんですけどね。だからとにかくまあ Facebook だけのつながりでいいねするのも全然いいんですよ。 いいんですけどそれでじゃあ例えば誰とかさんがお酒を飲みに行きましてじゃあどことかにいるんだなと思ったらじゃあ今度誘ってくださいよ一緒に飲みたいですそんなんって外に出るのもいいし実際ねその人が行った店なんか良さそうだなと思ったら行ってみるのもいいしいいねって感じですねそうそうそういいねで行くじゃないですか実際じゃあ行きましょうとそんな感じでねやっていく。 それでまあそこでじゃあ行きました、はい、でじゃあ例えば足立屋さん。 まあ最近行かないけどカウンターがバってありまして隣同士になってあるねこういうシチュエーションあるあるあるそれで話しかけてきたりもありますよ話しかけてきたりしますよあそこはね本当狭いからねそうそうそう横になってねこんな感じでこうキュッてね肩出して一つねありますよねありますよねじゃあ話しましたじゃあ LINE 交換しましたじゃあ今度また飲み行きましょうでも何でもいいんですけどねうん いいねそれね。そう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 。うん、であるじゃないですか。ね、うん、そうした時に何話していいか分かんない。会話が続かないんですって。そうですね。うん、うん何話す。 何話吉田マネージっていうかねずっとね何つうの聞き出す感じ聞き上手になる聞き上手になならいとしね。そうの一つポイントですよねしゃべりだしたら女の子もね止まらない時あるからもうちょっと何つうの聞いてほしいっていはい。そしたらもううんうんうんって言ってねもう 言ってるだけでも信頼感もらえる感じで、ね、はいはいありますね、うん。聞いてくれるっていうねありますよね。あそういう手法かなやっぱね。俺が俺がってあんまりやらない。 あ、僕の場合はね、もうなるべくだったら、え、まあ笑わせる方向。例えば、なんか、なんかしらの、じゃ、言葉尻で、え、まあ、ダジャレじゃないですけど。ね、そこのとこで、聞いて勘違いしてるみたいなふりの、え、なんかとか、あるじゃないですか。よく、よくやるパターンですよ。ともさんパターン。ともさんパターン。はいはい。これね、あの、ちょっと、誤爆の時もあるからね、これね。いやいやいや、誤爆させないもん。ね、あ。 あるじゃないですかねそういうパターンに持っていったらまずじゃあ相手の笑顔見たいなそうですねねうねそこから入っていくそうやっぱね女の子だったまあ僕ら男やからねこの女の子の笑顔って言ったらねはいまこれであ掴んだって思うもんねこれねですよねありますありあるそう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 そこからまたねこうぐぐっとね距離も狭まってくるってねありますからねだから笑わすことができなかった女の子ってあこれあんまりねなんか

があるとややっぱりすすごい話しじゃあねじゃあ吉田マネージャーね女の子だとしてじゃあね僕がじゃあ聞いてこれダメパターンね仕事なんですかって言った時にじゃあ吉田マネージャーはい答えて女の子だとして「OL です」って「じゃあどこで働いてんの?」もうほとんど刑事さんが尋問してるように一問一答の答えしかないじゃないですか。ここことでね OL って聞いて、うん、例えばオフィスレディーですよと、ねうんうん、普通だったらそう思うじゃないですか。はいね、そここのところを、ねあのー お化けレディとかオレンジレンジとかね、オレンジレンジあるだけどね。そうそんなねふざけた感じで持っていくとかねこいつふざけてるのかなとね思われながらもそんな感じで笑い取っていけば取れるかなこれな。まあだけどこれこれのねいい練習場所がねまたあるかもしれませんね。ありませんありますよこれありますよね。ありますよここ。はいはい。戻っちゃうけどねこれ。戻りましたね。肉食男女の会今忘れてませんか今。 そうね,ねこれねもう本当にね、はい、あのー、例えば女性と知り合う男性と知り合う練習場,と、うん、場所としてそうですね最適ですねうもう最初からね、うん、彼女を作りに。 来る来るぞみたいなね。うん、彼氏作るに来るぞって気合い入れてこなくていいです。そうですね。まずは女の子と喋るとか男と喋るっていうね。はい、えー。そこら辺から始めてもらってもね。そう。ね、その練習場所としてここ来てください。はい。うんねまず友達からねで相手の笑顔が引き出せるようになるように、えー、僕たちが指導します。いいですね。はい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 。おおさんのネタもらいますか。はいはいたく<爆>僕のネタと吉田マネージャーのネタで大体は。<laughs> 世の中なんとかなりますね。なるの？なるよね。大きく出たねこれ。はい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 。ね、これちょっとね人数本当に足りないんで。そうですね。これラジオ聞いてる方、これ後からラジオ聞く方もね、はい、深夜に電話かけたら繋がんないんで。そうですね。ちょっと明るい時間何時からいるんでしたっけ？<時>大体十時からです十時からいますよ。十、うん、時から。朝十時。朝の十時から。うん。ええー、夕方というか夜何時？ 夜はそうですね11時ぐらいまでですかねいらっしゃいますよね、はいうん、その間にちょっと電話していただきましょうよ、はい、それでちょっとね、あのー、皆さんにお願い、えー、本当に今回これ成功させるためにね是非 あの遊びに来てください。男性三千五百円でお酒も飲めて、食べ物も出ます。出ますよ一杯。ねで女の子とねあの普段はねあの隣に座ってるテーブルの方に声をかけるとかとんでもないと思ってる方、そうだね。そのとんでもないが今回できます。そうですね。もうこうやってね横に座らせる感じでやりますね。対面もうねそうで女性の方も男性の方と知り合います。そうしよう。怖いことありません。ねなんか怖いことあったら僕たちが何とかします。ない。 ねそんな怖い場所じゃあそれのね詳細もう一回ね言っときましょうちょっとしつこいようですがじゃあ開催日はですね11月23日18時から21時までやっておりますということで男性3500円女性1500円でございますねたったの1500円で飲み方食べ方ないですわはいないですね相席居酒屋のようにねあんな感じじゃないですこれはもうね明らかうね 嗯，那。Mm. Nah. もうそれ以上に盛り上がるような。そうですね,ね。うん、そんなお店になりますわ。はい、で、場所はどこでしたっけ。場所は、えー、こちら fm 那覇のですね、スタジオの隣、随所でございますんで。ああ、もう細かい電話番号まで、もう一回言っちゃいます。いいですか、また。言っちゃって良いですよ。じゃあですね、ご予約はですね、ゼロ九八の九一七二九一一。はい、クイーナ二イ一までお願いします、はい。まずは聞きかけないと、結婚もできません。まずは付き合わないと、まあ、お見合い結婚とかもあります。 が ね、あのなんていうんです、そく、もう相手をよく知ってから、そうですね。ね、あのお付き合いしてで結婚してってね、子供で生きてとかなっていくと思います。結婚しないと罰金になりませんからね。まずね、罰金になることをね、目標としてもらうっ、それ違う。取り越しだね今ね。取り越しだ。ね、そうするしかないんじゃない。まあそれダメ。うん、まあ結婚ね、前の段階ですね。ですよね。結婚の前。まあね、あの人生あのパートナー作ってね、そういう部分でも楽しい。 見ましょうそうですね。ね、うんうん、で,で出会うのにいいきっかけだと思います今回これはい、はい、じゃあそんな感じでね今日のお相手ははい随所マネージャー吉田とともさんでしたじゃあぜひね23日遊びに来てくださいよろしくお願いいたします。またね